さてシェフチェンコ、ソビエトのシェフチェンコがこれから平均台の演技に入ります。この人が昨日の個人総合で2位でした。今年のモスクワのニース杯で個人総合8位、平均台で塚原さん、このシェフチェンコは月面折りを見せるんですね。はい、そうですね、楽しみですね。はい、15歳です。ロンダートから入りましたね。はい、後転飛びですね。はい、非常にあの足の強い選手でですね、はい、こういうあの飛び技、アクロバット系の技が非常に高いですね。あ、昨日も 9.70 という高得点を出していますシェフチェンコ。今回はソビエトは3選手女子出場しておりますが、なかなかこの素晴らしい選手を送ってきてくれています。倒立も見事にピタッと決まっています。それから塚原さん、この外人選手を見ますと、はい、あのつま先が見事ですね。そうですね、はい、あの私たちが学ばなきゃいけないのは、あのこういうつま先までの体の張りですね。あの技的にはあまり差がなくなってきたと思うんですけれども、こういうあのつま先までの強い姿勢でですね、はい、一直線でその曲がるところがないっていうところですよね、はい、これが月面折り、ちょっと後ろに、足が流れましたが、流れましたけども、非常に高さのある、はい、非常に、安定したムーンサルトでしたね、はい。平均台のフィニッシュ、今スローでご覧いただきますが、平均台のフィニッシュで月面降りというのはちょっとあの最後に難しい技を持ってくるということはね。そうですね、それからあの狭いところで10センチの幅で蹴りますからね、非常に蹴りがあの不十分になりやすいんですよ ね、 なるほどね。だから非常に難しい技ですね、はい、最後フィニッシュ、ブンサルト折り、月面折りを見せました。ちょっと後ろに着地が流れたんですが、まずやはり素晴らしい演技でありましたエレナ・シェフチェンコです。去年のチュニジア大会個人総合優勝、そして今年のモスクワのニース杯個人総合8位、9.80 という高い点が出ました。 9.80 が出ました。これは塚原さん、昨日に比べますと随分あの平均